今回は頭の中のモヤモヤを消すという話です。頭の中のモヤモヤには3種類あります。レベル1、レベル2、レベル3です。レベル1は意識のレベル、表面のモヤモヤですね。いわゆる雑念です。例えば何かやってて、あ、いけない、あれもやらなきゃ、あ、それもこれもやらなきゃっていうことで頭の中がフリーズしちゃいます。こういうレベルですね。それから例えば勉強中に、あ、明日漫画が出るな、買いに行かなきゃとかね。要はね、一つのことに集中できないわけです。で、一般的には重要度と緊急度で優先順位をつけなさいと言われるんですが、そんなことやってもですね、雑念は出てきてしまいます。それではそういった表面のモヤモヤ、表面の雑念、意識レベルの雑念を消すエネルギーを送ります。終わりました。次は深部のモヤモヤ、擦り込みのモヤモヤです。この擦り込みのモヤモヤはですね、トラウマの原因にもなります。常識に縛られるってことですね。ないしは固定観念に縛られる。例えば頑張らなきゃいけないとかね、会社にはいるものだとかね、学校には行くものだ、親の言うことは聞くものだ、上司の言うことは聞くものだ、先生の言うことは聞くものだね、仕事とは辛いものだ、逃げちゃダメ、こんな感じですよね。こういうのが深部のモヤモヤ、擦り込みのモヤモヤです。で、擦り込みの中には好き嫌いがあるとね、以前言ってますけども、ここでできた好き嫌い、実はですね、偽の好き嫌いなんです。つまり親とかね、周りからね、押し付けられた好き嫌いなんです。いや、もちろんいい好きもあるんですよ、悪い嫌いもあるんですよ。でも本人に合ってない好きとかね、合ってない嫌いとかも入ったりするんで、注意が必要です。それでは深部のモヤモヤを消すエネルギーを送ります。
終わりました。それでは最後は最深部のモヤモヤ、命のモヤモヤを消すということです。命のモヤモヤは本当に最深部のモヤモヤですので、非常に哲学的になります。例えば善とは何か、悪とは何か、綺麗とは何か、汚いとは何か、生とは何か、死とは何か、こういった感じになってきます。そして最終的にはここに行き着きます。好きとは何か、嫌いとは何か、ここで言ってる好き嫌いが本当の好き嫌いです。あなたにとっての本当の好き嫌いということになります。ここまで至ればもう本物になっています。それでは最深部のモヤモヤを消すエネルギーを送ります。そしてこのエネルギーが終わったところでこの動画も終わります。では送ります。